珍しいお客さんだぜ大将。雪村殿、久しかぶりね。鍛錬ば怠っておらんと。おお、これは島津殿、よくぞおいでくだされた。さあこちらへ。して島津殿、こたびはいかなる用向きで。そげんかこつ決まっとろうが、おいの用向きばこれで。し島津殿、風林火山一直線。このさっき島津殿、これは一体どうなされた。どうしたも起こしたもなか、おいはこの次元流ば鍛えねばならん。つわものば片っ端から倒して鍛えねばならんぞ。安易完璧な男ばぶっ倒すために。完璧な男、教えてくだされ。島津殿がそこまで申される、その御人とは。剣豪将軍足利義輝ね。足利義輝、あの男を超えねば次元流など永久に完成せ。そのためにおいは修羅道に我が身ば落とし、ほんのたくって血にまみれた。この雪村にその餌食になれと、凄まじき覚悟、まさしく修羅。修羅となるの強きの頂点を目指す見事な覚悟。武人としてこの雪村感服いたす。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ、親方様。足利義輝、あの島津殿を修羅に変えるほどの強き男。天下狙ってりゃいつかは必ずぶつかる相手だ。さてどうする。足利は天下創生の尊乗りの以降も勢力を維持しており、未だ動きも読みきれぬ。だが動きが読めぬは大きく動いてはおらぬ証拠。仕掛けるぞサスケ。了解。んじゃま、一足先に忍んどきますか。すまんサスケ、お前を騙すつもりはないが、俺はただその男と戦いたい。この熱き魂の震えを俺自身もはや抑えきれぬ。風林火山一直線。この国の強き息吹が二つ、いや三つ吹き込んだか。さあたぎれ魔王よ、覇王よ、今は名もなき絆の王よ。あらあら、どえらいのがガン首揃えちゃって。まあこれはまるで強者がこの地に引き寄せられているかのような。
顔つきが変わったな。いい気合だ。この手調べよ。遅れねえぞ。技は見て盗まないとな。この戦の勝者が天下に王手をかける。それは誰にも譲れない。国強兵、我らこそがこの日の本の礎なのだ。ここまで来たらもう引き返せはしない。それがし徳川家康、東照の名のもとに参陣つかまつる。来たな絆の友、ぜひたどり着いてみせてくれ。ついのひとときを遮るか、KO が。たとえどんなに微力だろうと、俺だって豊臣の力だ。余は本陣に手待とう。さあ来い、友よ。武田の歴史の中でも今が一番みなぎってるぜ。間違いなく敵方よ、くじける中で熱き戦を貫こうぞ。大将、おたくさっきから様子は変だな。今さら何を流行ってやがる。サスケ、俺は今血が、魂が熱くも燃えたぎっている。全必死とも思われるほど手強き相手を追い求める。しかし俺も確実に強くなっている。焼き払うのになんぞ老婦があろうか。信長様は飢えておらぬ。貴殿なの運がなどと。ここからとウヌラのさらなる限り粘りを見たいな。いつか死すか、罰に一つ。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華に死。よく言う。せいぜい浮かれるがよい。我が生涯これ修羅場なり。この殿、どれだけ押し込まれようと違反は許さんぞ。もっとその方であればしのげるよ。あるしよ、最後までお仕えしとうございました。今が好機ぞ。力で畳みかけるのだ。お任せを。王は物の上にある。それらを見下せし者ぞ。崩落橋のアングな王とこちらはそしれ。愚かな王がもたらす布告、そして強兵、我が正すはそれのみ。所詮は猿よ、偽りの王よ。よきかな。この雪村狂いますぞ、親方様。揃いも揃って姿が今世を誰と認じておるか。世にクレイジキをもたらすは世がクレイ行きの他になし。偽りの神、偽りの王、それら全てを打ち砕くのみ。物の当該運んでみせ。この杯がぬるむ前に。あえて言うな、もう一段上の猛者を置くべきではないか。粛清の手間も省け。許す迎えには事を欠かぬわ。
何、これ式のことで勝負の行方は動かぬよ。これが俺自身の風林火山なのか。強さを求めるこの魂の叫びが。過去であろうと未来であろうと我が拳で掴み砕けぬものなどなし。天地を変え、我が力に屈せよ。それ足利を打ち砕くは我が拳よ。いない、それを果たすは我が理想なれ。理想貴様、己に資格があるとです。資格？一体何の資格でござる？無論国を導く王たる資格よ。あの男を打ち倒した者、おそらく日の本の時代の王となる。その資質が貴様にあるか？なるほど。それがすれば、そのような資格は未だなし。だが、国を導く者を王と呼ぶならば、まことにふさわしきは、お館様のみ。よまいごと。己が力を己が拳で示さぬ者に、王たる資格などあるものか。それこそよまいごと。この雪村が、お館様の拳であり、魂でござる。皆の者、我らが魔王様を信じよ。今なすべきは猿の軍勢を打ち払うことよ。滅せよ病の主子ども。左と右、貴様は両の手だというのか。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあわしと結ぼう、たゆまぬ絆を。久しぶりだ。さすがは三河の虎。お前もな、甲斐の虎。ということはやはり徳川殿も。ああ、みなそうだ。不思議な話だが、この場所に集ってしまった。これもあの足利義輝公の力だとしたら、全く計り知れんな。まさかに。さてお前はどれほど強くなったかな。存分にお試しあれ。わしとしたことが燃え上がる闘志をどうにも抑えられん。それがしも同じく。これが義輝公の言う熱き時代の息吹なのだ。この雪村、力の限り道を切らん。強くなったな。進め、お前の絆が導く先へ。是非もなし。世の城を蝕む拳どもが
踏み潰してくれ。魔王織田信長、いざ尋常に勝負されたけ。今かぶる武ぬが武の歯抜け抜きやるわ。手向かいせい。ぬくのーく、すさまじき気迫。これが魔王おされてなるもの。帝が待つ間を立つ前に、つかの間の座興よ。下天のうちにも味気あることよな。あの魔王さえも熱くたぎっている。時代が燃え盛っているのだ。そして死ぬ。儚いが、その鮮烈なる息吹は時代へと紡がれる。俺の風林火山はただ強きを求めることではない。俺を強くするその相手こそが俺自身の。世が望むは、人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。その後、王となるため集った友らとは見ている未来が違うようだ。未熟者ゆえ魂が裂けるままこの地に参った次第。しかしながらこの地にて熱き息吹に触れ、我が未来を確かな道を見出してござる。おお、その方のその言葉、余は何より嬉しく思う。貴殿に感謝いたす。全ては天下創生の御事乗りより紡がれたんよし。ならば友よ、謝辞などはいらぬ。ただ限ろよ。その方、余と試合ながら他の者ともしおうという。ご無礼をばお許しくだされ。その方の見出した道の果てにその男が立っているのだな。まさしくそれがしの風林火山そのものでござる。見せてくれ、乱世に揉まれし花武者の武芸とやらを。よっしゃ。時は来た。今こそ我が運命の風林火山のもとへ。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ。うおー